デートアライブは、立花の工事による日本のライトノベル。イラストは綱子が担当。角川の富士見ファンタジア文庫より2011年3月から、刊行されている。略称は、であら。立花にとっては、早急のカルマ以来となる長編となる。秘密組織のメンバーが、大真面目にやる芸をやっていたらをコンセプトにしており、兄弟すぎる力を持つがゆえに。 人類から排除の対象となっている精霊の少女とごく普通な少年の交流を描いた作品。2019年3月時点で全世界シリーズ累計発行部数は600万部を突破している。第1巻の観光当初からテレビ CM などで積極的な広報展開が行われており、シリーズ開始から1年足らずの2011年11月の時点で、 アニメ化企画が進行していることが発表された。東出雄一郎、イラストは、濃厚によって、作中の人物の一人、時崎京さんを主題とする、スピンオフ作品、デートアライブフラグメントデートアバレットが2017年3月18日に、刊行された。謎の生命体、精霊の出現により起こる、大災害、空間シーンが発生するようになって、約30年が経った世界。 妹と二人暮らしの高校生、子が指導は人間に絶望する精霊と出会う。そして、妹、こと里から自分が精霊と交渉して、世界と精霊両方を救うことのできる存在であることを知らされる。しかし、その方法は精霊とデートしてデレさせるというものだった。妹の理不尽な訓練の末、再び精霊の少女と出会った指導は彼女に銃。 こうという名をつける。そして、指導は、様々な精霊たちとのデートを繰り返していく中で、自らの出事さらには、精霊という存在の詳細、それを取り巻く陰謀を知ることになる。支配者その他の、純精霊本編短編スピンオフ特記のない限り、原作者は橘、立花の工事キャラクター原案は綱子。 2013年4月から6月まで東京 MX 他にて放送された。富士見書房40周年記念アニメ。テレビ放送に先駆け、3月よりニコニコ生放送にて先行配信された。全12話。ナレーションは三石ことの。2013年12月発売の原作休刊に未放送の第13話が収録された BD 付き限定版が発売。 1> 第1期の第12話にて第2期の制作決定が告知され、デートアライブ2のタイトルで2014年4月から6月まで放送された。前10話、8枚姉妹、美球、エレン、ウェストコットが登場する。ナレーターは第1期から引き続き三国が務める。前作と同じスタッフは第1期とほぼ同じ面々だが、アニメーション制作は 元 AIC の面々による新会社、プロダクションアイムズへ変更されたほか、BS 放送の放送局が BS11 に変更された。2014年12月発売の短編3巻に未放送の第11話が収録された BD 付き限定版が発売された。最終回である第10話において劇場版の制作が発表された。2017年10月に、 新シリーズの企画が進行中であることが発表され、デートアライブ3のタイトルで2019年1月より放送された。全1に話、アニメーション制作は JC スタッフに変更される。また、中京圏での放送がテレビ愛知に変更されたほか、トキオムックス以外の南関東独立局が放送局から外れた。第3期放送後は、第4期、 デートアライブ4の制作が予定されている。当初は2021年10月より放送予定だったが、後に初版の事情で2022年に変更された。また、アニメーション制作会社もギークトイズに変更されている。日本コロンビアより、TV アニメ、デートアライブ、デートアライブ2のサウンドトラック、主題歌、キャラクターソングそして劇中歌とゲーム。 デートアライブリンレユートピアのゲームサイズの主題歌とエンディングのフル曲、そしてサウンドトラックを収録した TV アニメーションデートアライブミュージックセレクションが2013年に発売された。両、ジャケットスリーブ仕様で各巻のジャケット両面で違うキャラが描かれる。全6巻。第1期は2013年6月28日から11月29日まで BD 限定版。 DVD 限定版、通常版の3種類が角川書店より発売された。ジャケットイラストは BDDVD 通常版、限定版問わず同様のキャラクターデザイン、石野里氏による描き下ろし。このセルソフトにはテレビ放送版とは別に新規カットを追加したディレクターズカット版となっている。2015年7月31日には2013年の BDDVD 版、第1話第3話に加えて、第4話から、第12話の新規カットを追加した、ディレクターズカット版と、原作第9巻、ブルーレイ付け限定版の、第13話を合わせて収録した、ブルーレイボックスが発売された。第2期は2014年6月27日から10月31日まで、BD 限定版、DVD 限定版、通常版の3種類が、 角川角川書店より発売された。ジャケットイラストは BDDVD 通常版、限定版問わず同様の創作画監督、相沢勝樹による描き下ろし。第1期同様にテレビ放送版からの追加である新規カットを追加したディレクターズカット版となっている。テレビアニメ第2期の第10話で劇場版の制作が発表された。映画は原作者。 立花講師監修のもと、オリジナルストーリーで制作されることが判明。劇場バンデートアライブマンユリジャジメントのタイトルで、2015年8月22日に公開された。キャッチコピーは、戦争、再開。映画レーティングは、G 指定となった。興行収入は1.03億円。PD、DVD が2016年2月26日に発売された。 スピンオフ小説、デートアバレットの映像化が発表されており、前編、デッドオアバレットが2020年8月13日、後編、ナイトメア・オア・クイーンが同年11月13日にそれぞれイベント上映された。興行収入は、前編1200万円、後編820万円。PD、DVD が2021年3月24日発売。開発は、 コンパイルハート、販売は、アイディアファクトリー。主題歌響きラジオステーションにて2013年4月4日から2014年6月26日まで、ラジオ番組、デートアラジオが毎週木曜日に配信された。パーソナリティは、島崎信長と佐藤原香り。デートアライブ2に関するカテゴリー、劇場版デートアライブマミュリジャッジメントに関するカテゴリー、 デートアライブフラグメントデートアバレットに関するカテゴリーデートアライブ3に関するカテゴリーデートアバレットに関するカテゴリーデートアライブフォーに関するカテゴリありがとうございます。